なんか前からですね、小沢一郎がですね、なんか、やっぱりその野田内閣ね、野田総理大臣がですね、やっぱり消費税上げろと、なんか勢いづいてきててね、まあ、TPP もとんでもないなと僕は思ってたんですけども、まあ、その消費税増税に関してですね、まあ、小沢一郎がね、もう消費税増税は契約違反だと、なんか今日、自由報道協会のなんか会見で言ったみたいでね、うん、だからまあこれは、まあちょっと、離党を匂わすというかね、まあ僕は離党するつもりはね、もう、小沢にはないと思うんですけども、ただやっぱりまあ僕はね、その、まあ小沢もいろいろね、その、問題はあると思うんですけども、まあ黒い部分だったりね、まあいろいろ叩かれる部分はあると思うんですけども、やっぱりね、それ、なんやかんや言うてもね、今その消費税増税させたらいかんっていう部分ではね、僕はやっぱその小沢一郎の、には、ね、まあ頑張ってほしいというかね、期待する部分ではあるんですよね。うん、だからやっぱりね、その野田内閣、野田佳彦にしてもですね、その誰のために、その政治をやってるのかっていうのをね、全く考えてないっていうとこが、僕はね、一番の問題だと思うんですよね。TPP にしろ、消費税にしろね。うん、まあ、ただその野田はですね、なんとかうまいことやろうと安全運転だとか言って、まあ、この消費税の問題に関してもですね、やっぱ経済成長を見極めてからみたいなね。うん、だからそれは、この間、なんか言ってて新聞にも載ってたんですけども、まあ、それがですね、そのなんかずっと前にもなんか言ってたっていうかね、まあ、民主党自体がですね、官内閣ですから、なんか忘れましたけども、とりあえず、経済成長したら消費税上げるっていうことを、まあ、伝統的に言ってるみたいでね、まあ、だからこんな発言もですね、まあ、全然信用できないっていう感じなんですけども、まあ、ただね、その本当に、まあ、今年なんか特にですね、震災もあってね、まあ、原発事故もあってですね、本当にもう特に関東、もうなんていうんですか、関東より向こう側はですね、もう経済的にも大ダメージでね、その経済成長なんてありえない話でね、だから本当そういう意味から考えてもですね、消費税を上げるっていうのは、その問題外、論外だと思うんですけども、なんでそこまで消費税にこだわるのかって言ったら、やっぱりその財務省、かつ財務大、なんたらかんでしたっけ？政務官かなんか事務官か忘れましたけども、なんか勝つとかいうね、その官僚がですね、もう消費税をなんとかしてあげようとですね、もう画策してるんですよね。まあ、それはその野田内閣民主党だけじゃなくて、自民党にもなんか手回してるみたいでね。だからこの消費税増税法案っていうのもですね、解散総選挙前に、提出してね、その提出した後に解散総選挙ということで、だからその民意を問うとかって言って解散してもですね、もう消費税増税が決まった後に、その解散総選挙するんですから、全く無意味なんですよね。うん、だからその消費税増税というのはね、もう規定路線で、進めていくっていうのが、この財務省の勝つ、っていうね、方の事務次官でしたっけ？なんか忘れましたけど、その方針なんですよね。だからね、その民主党が負けようがですね、まあ、自民党が今度政権取ろうがですね、消費税上げることには変わりないんですね。まあ、これは谷垣さん、自民党のね、谷垣総裁も、消費税を上げるということをね、まあ、言ってるわけですから、どっち転んでも同じっていうことでね。それはね、やっぱその民意でも何でもなくてね、国民にとってその、大きなね、ダメージっていうことをね、やっぱり僕たちがね、はっきりと言わなきませんし、だからそこでその小沢一郎とかね、その小沢グループがですね、その、消費税は契約違反だとかで反対の声をね、まあ、大きくすると。まあ、消費税だけじゃなくて、やっぱり党内構想というか派閥構想の、まあ、面もあるんで、しょうけどね、来年のその総裁選に向けてというか、また今年年末ですから、その、政党助成金ですけど、まあ、それ見当てにですね、まあ、12月っていうのは、その、離党騒ぎみたいなね、この間亀井静香も言ってましたけども、そんなんがいろいろあるんですよね。まあ、それもあるんですけども、やっぱその消費税増税っていうのはね、誰が考えても、とんでもないし、まあ、アメリカの学者でさえ、
こんなね、不景気な時に日本が消費税上げるのはですね、クレイジーだって言ってるわけですからね。だから本当にね、だからそれが通ってしまったらね、本当に僕たちの生活ね、本当にさらに苦しくなるのは見えてるわけですから、まあ、ここは、小沢グループに頑張ってほしいなと思うんですけども、ただ小沢グループは、グループでですね、この市川防衛大臣とかもそうなんですけども、あと山岡、消費者大臣でしたっけ？なんか全部その野田内閣の足引っ張ってんのが、小沢グループの人間っていうね。まあ、ここにね、その、まあ、問題もあるというかですね。やっぱりなんか怪しい人間が小沢グループにも結構いるっていうことでね。だからそこがね、まあ、ちょっと大丈夫かなと思ったりもするんですけどね。だから僕はその小沢一郎がその、前面に立ってどうこうっていうね、僕はその原口和弘とかをね、出してね、その大臣候補にするとかですね、やったらですね、もうちょっとその小沢バッシングっていうのは回避できるかなと思うんですけどね。まあなんか原口和弘もなんかだんだん評判悪くなってるみたいですけどね。ただやっぱ小沢よりは、その、まあ批判は回避できるかなと思うんですけども、まあこの間の総裁選ではね、原口立てるのかな思ってたら海江田万里立てたりとかね、その辺もね、ようわからんなと思うんですけどね、小沢の考えてることっていうのもね。でも原口を立ててたら、ひょっとしたら総裁選もですね、うまいこと言ってたんちゃうかな。代表選ですかね、民主党の場合は。と思うんですけどね。まあまあ何せよですね、こんな消費税上げるなんていうか論外でね、もう絶対その、上げさせちゃいかんと。もう財務省の言いなりになってたらですね、これ選挙負けますからね、民主党はね。だからそういう自殺行為とも言えるようなことをね、なんでわざわざ、野田はやろうとしてんのかなっていうのがね、僕は不思議でたまらないんですよね。その TPP にしてもね。だからなんか、その、誰、どっち向いて政治してんのかなっていうのがね、僕は一番、疑問だなと、思いましたっていう。